あの優しい服がありすぎちゃってるっていうか、すごく迷ったアイテムが2つあったんだけど、1つは完成させられて、こっちはもうちょっと自分たちでなんか料理の違いがあるかもっていうふうに思ったのがこっちのアイテム。で、まあ、色はちょっと今気分が黒っていうのもあったんで、前の別注もそれで黒で作ったんですよね。個人的にも僕黒も結構好きだったりはするんで、サイズ感が今回いつものクオンでいう 2XL1 本なんですよ。なんかサイズを選んでもらうんじゃなくて、その今自分のある体型の中でどう着るかっていうところを考える洋服があってもいいんじゃないかっていう話をしてて、あの優しい服がありすぎちゃってるっていうか、世の中は知らないよ、でも俺だったらこれを着るっていうようなところに、なんか10年目なんで本当にアクセル踏みたい。だから世の中の M っていうのが何だかは分かんないけど、自分たちではこれがいいんだよね、一つ今10年目として優しいだけが服じゃないっていうのはなんかすごくあるかもしれないですね。私今回の別注に関しては、まあ一応リバーシブルっていう形に、着方もそうだし表裏どっちで着ようかっていう楽しさももちろんあるし、素材に関してなんですけど、まあ今堀池さんが着ていただいてる方、表側は素材は和紙とコットンなんですね。で、和紙ってすごく軽くて丈夫っていう特性があるのと、織り方が洋流っていう織り方で、その狂念にこうギュッと織っててサラッとするっていう、日本の昔からあるようなすごい夏の素材なんですけど、で裏に関してはスポーティーなメッシュ買わせてもらってて、中の色がグレーなんですよ。光が当たると影ができて、そういう奥行きが出たりとか、動いたりするとかもまた表情変わるんで、そういうところも面白くて、こうすごく別注をこう回を重ねることによって、まあ、前々回は多分昔から自分が見てたクオンの部分っていうので、これはなんかもう一歩先を行ってるような感じがするんで、すごく挑戦してるアイテムだなっていうふうにも思ったし、だからひときわやっぱなんか異様だったのは覚えてるんですよ。今回の SSN のテーマはカラーオブライトっていうテーマでやっていて、洋服の大事なのってやっぱ質感とか、あの匂いとか音とか、その人が動いた時の雰囲気とか、そういうのはすごく大事だなと思ってたんですけど、まあ、それが一切できませんってなった時に、まあ、今この状況で何を作ろうかなって思ってて、で、まあ、そこの中で光と影ですかね、まあ、そういうところがその視覚の中ですごく重要な部分だなっていうところに入っていって、まあ、そこの中で物をどう作っていこうかっていうのが、まあ、今回のテーマのスタートです。表面的なその泥とか刺し子とかそういうことじゃなくて、やっぱりもう見てクオンだよねっていうものを作れるようになりたいなとは思ってるんで、もう例えば変な話、生地が別にデニムであっても、あ、クオンだよねっていうふうになったりとか、そういうことがちゃんとできるようになっていかないと、どうしても真似されちゃうと思うし、まあそうですよね、まあ、オリジナリティって多分そういうことじゃないかなと思うので、もともとはルイズムができたこととか、まあ、自分たちがね、やり続けてきてることってやっぱりある意味賛否両論あるにしても、やっぱり尖ったことであって、言い方変えれば他のお店じゃ絶対できないことっていうところを、やっぱりもう一回ちゃんとアクセル踏もうって思った時には、ある意味もう周りのことをシャットアウトしないと始まんないな、普通のお店になっちゃうなっていうのがすごく思ってるんで、上の人とかすげえ怒るんですけど、でももういいじゃん、そういうのはもう他のところでやっててよみたいな、うちはもうなんかもうちょっと俺たちいいと思うんですけどどうすかっていう、そういう遠心力を持ってちゃんとやっぱ遂行していきたいなっていうのはすごく10年目にして思ってるところですね。いや全く一緒ですね。自分たちが何をどう表現したいかっていうところはすごく大事にしていかなきゃいけないとは思っています。それを本当に好きってやっぱり言い切らなきゃいけないと思うし、なんか同じ目的を持ちながら進んでいくっていうのが多分すごく大事なことかなと思ってて、でそれはまあうちだけじゃなくて、その堀家さんももちろんそうだし、いろんな人たちが僕たちのことを見てくれて、いろんな角度で見せてくれて、話もして伝えてくれて、なんかそうやって少しずつでも多くなってって、それがなんか
長く続けていければいいなっていうのはすごく思ってることですね。発売は2月26日。厳しい。発売は2月26日の土曜日から、販売開始になります、ウィズム全店渋谷新宿堀江の販売で開始します。サイズはまあフリーサイズなのでどういう着方が正解ってことはないんで、まあ、着たいように着てもらえたらいいかなっていうふうに思ってます。Don't fuck up your teeth. Use a bottle opener.